こんにちは。ヘルシンキの中の、デザインエリア、というものがありまして、そこを紹介するサイトでとても便利な、場所を見つけたので、ご紹介します。URL はこちら、それから Google で検索するときは、デザインディストリクトヘルシンキ、これを打ってもらうと、大体トップで出てくるようです。サイトのトップページはこうなっていますね。で、これ、右上にフィンランド語、英語、選べますので、もちろん英語を選択しましょう。メニューが、あります。これ、スマホに対応しているようですね。メンバーというのは、これに属している会社、事務所、ショップなどですね。これはマップ、イベント、それから、面白いのが、ダウンロードの地図をダウンロードできるようです。 PDF で、事前にダウンロードしておくといいかもしれません。とても便利だと思うのはですね、この Explore District、 こちらを選択すると、マップが出てきまして、マップ上にですね、このようにたくさんの場所が、ポイントが表示されます。ホテルからも歩いて行ける距離にかなりの、スポットがあるようですね。で、こちらにカテゴリーというのがあって、今すべてのカテゴリーが表示されているんですが、例えば、デザイン、インテリア、ファッション、ビューティー、ジュエリー、子供用品、ヴィンテージ、アンティークから、アートギャラリーと美術館ですね、食べ物、ホテル、デザインサービス、これは何でしょうかね。デザイナーストゥディオ、ここもですね、どうも開放しているところがどうやらあるらしくて、月曜から金曜のこの時間、どうもポッと立ち寄ってアポなしで行けるように見えます。これ木曜日のこの時間は、こちらは空いているように書いてありますね。これなかなか面白そうです。まあ、もちろん説明は最大英語でしょうけど、日本語のガイドはもちろんつきませんのでね。それからこのこうなるところ、ポイントと場所しかないんですが、例えばですね、これアートギャラリーミュージアムで155番をクリックしますと、これがビデオで見ましたデザインミュージアムヘルシンキ、ヘルシンキのデザイン美術館になります。でとてもいいのは、これクリックすると空いている時間が全部出てくるっていうことですね。それからもう一つ、リスト表示というのをやってみましょう。これマップ表示とリスト表示の2つあります。これ今デザインとインテリアのリスト表示をやっていますね。で、画像がついてくるので、だいたい画像があるものについては、どういうものを売っているのかちょっと分かります。で、これは画像を提出してないショップはこの画像になっているようですね。エールアルニアさんのビデオで見ましたけれども、このショップもあるようです。それからこちらも授業で出てきましたブランドですね。ヨハンナ・グリクセン、もありますが、確か我々が行ってる間は改装中でした。カウニステもありますね。とても、有効なサイトのようです。マリメッコもあります。オクラ、ペーパーショップ。なかなか楽しそうですね。ヴィンテージ、アンティークですと、例えば、アルテック、アルバルトがデザインした家具を売っている、作っている会社ですけれども、そこのどうも、中古品を専門に売っているお店ではないかと思います。なかなか、楽しそうですね。それからセカンドハンド、先進機セカンドハンド、これセカンドハンドというのは中古品という意味ですので、ひょっとしたら安く掘り出し物が見つかるかもしれません。
土曜日も空いてますね、ちなみにね。まあ、こういう、とても有効なサイトを、見つけましたので、皆さんどうぞ活用して有効な計画を立ててみてください。以上です。